265は南蛮国における銅は砦の意味であり銅の元帥とはその軍師をいう今国王猛角は部下の三銅の大将が皆孔明に生け取られ その軍勢も大半撃たれたと聞いてがぜん行走を変えたよし、仇を取ってやるこの盲角というものの誠意と地位とは南方万海の国々のうちでは最も強大なものらしい彼が率いてきた直属の軍隊はいわゆる万社の黒いモサドもだがキューバ喧騒を輝かし 怪奇なものの具を身につけ石板後期をなびかせなかなか中国の軍にも劣らない装備を持っているものだったこれが端なくも諸の王兵の先人と烈実のもとに行き合った王兵は馬を出して「野蛮王猛うかくはありやと呼ばわった志士のごとく猛然と 声に応じて駆け寄ってきたのがその猛角と見えたその時の彼のいでたちを玄著にはこう描写している「猛角、旗のもとに剣毛関との馬を踊らせ頭に羽毛宝玉冠をいただき身に洋楽黄金の方を着、腰に天玉の獅子帯をかけ足に 容姿末力の靴をうがつ公然として左右をかえりん「正門双方の剣を手にかけて言う「中国の人間どもは孔明孔明と皆恐れるが。 この猛角の目から見れば一匹の象一匹の名氷にも足りないいわんやその下の八孔上祖どもおやえい坊賀町あいつを押し潰せと彼は振り向いて部下の一生へ顎を刺した坊賀町は「おお!」と吠えて またがっている怪獣の尻をピシッと川で殴った。馬ではなく、それは大きな角を振り立ててくる。水牛であった。横柄と五六号を戦ったが、尋常な嫌疑では比較にならない。防護庁はたちまちにして追い立てられた。部下の血を見ると。 猛鶴は本来の万人性を表して「おのれ!」とわめきざま王兵へ飛びかかってきた王妃は偽って逃げ出した「贈賀見ろ古寺の万人目引っ越せ」縮れ毛の赤馬につむじを立てながら猛鶴は追いかけてきた「頃はよし!」と眺めた艦作の一軍は 突として彼の後ろを中断しその背後を脅かすとまたたちまち張翼は右から張儀は左から番軍を覆い包んだ無知の軍と兵法ある軍との優劣はあまりにも明らかな結果を表した寸断された番軍は蜂の巣を叩かれたように混走しその逃げる方角すら 一定の方向も持たない。もうかく「猛鶴は羽化と熱湯へ手を突っ込んだように老媒した」「急に一方の囲みを破って金泰山の方へ走ったがそこの谷間へかかると谷の中からとうとうと金庫やドラの声がするし道を変えて峰へ登りかけると 岩の影木の影からひょうひょうとして食の有卒がこを打ちつつ攻めてくる中に食の大将長雲がいた猛角は肝を消して渓流を飛び沢をかけさながら美しき猛獣が最後を知る時のように逃げ回ったがすでに死山は食兵の鉄塔と化し逃るべくもないありさまであった。 さも残念そうに一人うめきながら、彼は馬を捨てて溪流のそばへ寄った。そして身をかがめて水を飲もうとすると、四方からまた時の声と金子がこだまして鳴り響く。怯えの中に必死をもった漁装はなんともものすごい。彼は馬をそこへ捨てたまま木の根、ね、岩かどにしがみついて。 道なきところを越え始めたそして峰の上に出てほっと一息ついているところを長雲の手によって難なく捕らえられてしまった縄目もただの縄をかけたのではプツプツ切ってしまうし暴れる吠えるほとんど手がつけられないで革ひもを持って厳しく戒め 屈強な力士が都へ旗へに囲んでこれを孔明の本陣まで引っ立てていったが陣内へ押し込む時もひと暴れして34人の兵が蹴殺されたほどだったしかし英中まで引きずってくると魚林の規範は生々と並び氷雪を欺く矛や槍はりんりんとかがり火に生え威厳 心身たるものがあるのでさすがの番王も身をすくめてただ乱たる目ばかりキョロキョロ動かしていた永内の裏には先に不慮とした大量の番兵が真っ黒に固まっていた今孔明はそこへ出て回遊を与えていたんじらといえども むしけだものではあるまい。父母もあろう、妻子もあろう、生け捕られたと聞いたら、それらのものは血を流して引き薄るであろうに、なんで無益にその命を争って捨てに来るのか。再び猛覚のごとき凶悪を助けて、あたら命を捨てるではないぞ。もちろん孔明は全部のものを、 解き放す考えである。のみならず酒を飲ませ糧を与え負傷者には薬事をして追い放してやった無知な土番の者のといえどもその恩には皆感じたいや中国の兵よりも正直に感銘して振り返り振り返り立ち去った彼が英中の一望へ戻ってくると ちょうどそこへ武士たちが猛郭をひっ立ててきた猛郭は孔明の姿を見ると牙をむいて飛びかかりそうな顔をしたどうした猛郭孔明は少し柳をもてあそびながら音用を和やかに尋問した我が職の選定には常々 万王万王と汝を呼ばれて汝に目をかけたもうたこと一通りでなかった。猿を恩を忘れて義と通じ義が閉塞するやまた自ら無謀の乱をなすとは何事か。猛覚はせせら笑った。何か噛んでいるようにもぐもぐ口の端から泡を出して独り言を言っていたが。 やがて症状が腹をかく時のように「ね」と胸を反らすとギョロリと孔明をにらみつけて「バカを言えたわごと抜かせ」「もともと稜線の地は旧色のもので今の色のものじゃない」「紀州の南だってそうだ」「この俺のものだ」「玄徳の領分でもなかったし」 竜然の土地でもない。そこで俺が何をしようと、俺の勝手ではないか。境を食したの、謀反をするのと、俺の耳に通用しない文句を並べたところで、この猛角にはちゃんちゃらおかしくなるばかりだ。<laughs> 気の毒だが猛角。真面目になって、お前と理論を戦わす気にはなれぬよ。 そこで武力を持って教えたのだが、いかに歯ぎしりしても、汝はすでに孔明に囚われているものだぞ。不慮には何を言う剣能もない。なぜ我が軍に生け捕られたか。金泰山の道が狭くて、思うまま俺の力が出せなかったからだ。そうか、血のりを得なかったためか。及もって生け捕られたが、 たとえ身は爆死ええても俺の心は爆死えまい。何時も時にはうまいことを言う。心から服さぬものは是非もない。縄を解いて話して遣わそう。そう言ったらたちまち情に打たれて表も和らげ急に命をも惜しむか。と眺めていると。 猛角の場合は全く正反対であった「よしもし俺の縄を解いて離して返すならきっと兵力を立て直して再びウヌと私有を消してみせる尋常に戦えばウヌらに負ける猛核じゃない」「面白い再び来てぜひ戦え」 孔明何時が心から服するまで戦うであろう彼は武士に告げて「猛覚を解いてやれ」と言ったこれを知って英中の諸大将は動揺した「せっかく取ったものを」と残念があるもの。いいのかしら」と不安があるもの。さまざまな感情がそこへ反映したが。 孔明は少しも意にかける様子とでなく酒を取り寄せて「飲んで帰ると猛覚に進めていった初めは非常に疑っている顔色だったが同じ主婦の酒を孔明も共に飲んで多事なく話しかけるので猛覚も果ては大敗でガブガブ飲み干したそして盈門の裏から送り出されるや 罠を出した猛虎がどうへ急ぐように後も見ずにどこかへ消えて亡くなった拳を握りながらそれを見送っていた諸将は口をそろえて「分からぬ上昇のお心は我らにはとんと合点が参らぬ」。不満と嘲笑を半ばにして言い合った孔明は笑った。 何の、彼ごときものを生けどるのは袋の中からものを取り出すも同じことではないか。